日露,日露関係史、日露関係史、日露関係史、では、日本とロシアの二国間関係の歴史を述べる。かつて、これらの地域にあった国家や王朝を含める。両国は、ロシア人の極東進出と日本人の北方開拓の、結果、隣国として、基本的には敵対しながらも密接な関係を、結びつつ歩んできた。モスクワロシアのイヴァン四世は、 常備軍ストレリツィを設立すると、1552年ので、ボルガ川中流域の火山半国を併合した。1555年、モスクワ会社が設立されて、北極海航路の探検が活発化し、エニセイ川までの航路が開拓された。摂政ボリス・ゴドゥノフは、イエル・マークを支援して1598年に、シビル半国を滅ぼし、西シベリアの西シベリア平原へ半島を広げた。 17世紀には絵の進出を図るロシアツアーリ国のコサックによってレナ川やコリマ川までの航路が開拓された。1632年にはヤクーツクに砦が建設された。1639年にイバン・モスクビチンがオホーツク海に達し、1643年にセミオン・シェルコブニコフがオホーツクに町を建設した。1640年代から バシーリー・ポヤルコフやエロフェイ・ハバロフなどの探検隊が、ヤクーツクを拠点として、ゼア川やアルグン川から農耕が可能なアムール川流域への南下を開始した。1643年、オランダ東インド会社のマルチン・ゲルリッツ・エンフリースが、エトロフ島島とウルップ島に上陸し、領有権を宣言したオランダ領、チシマ。1648年、セミョン・デジニョフが、チュクチ半島。 レジニョフ岬、ベイリング海峡、アナディリ川を発見していた。1649年、オホーツクに、砦が建設された。1651年、アムールカハのアルバジンに、砦が建設された。1654年と1658年の、で、新軍が攻撃して、アルバジン砦を破壊。1689年に、ネルチンスク条約を締結。 国境がスタノボイ山脈に定められた。1701年頃に日本人漂流民のデンベイラとウラジーミル・アトラソフが出会って初めて日本に具体的に関わった。1705年にピョートル一世はサンクトペテルブルクに日本語学習所を設置し、デンベイが日本語を教えた。1706年カムチャツカ半島をロシアが占領。 ハムチャツカ半島を領有したロシア人は毛皮などを取るために千島列島でも活動し日本も在住のアイヌを通じて部分的には交易を行うなど接触はされていたが東方に土着したロシア人はヨーロッパからはるか離れたこの地で物資の不足にあえでおり食料物資などの補給のために南方の日本との交易を求めていた1711年 が、を、こののと命名したを探検し、したた。探検最南部の国後島に上陸1739年にビトゥスベーリングが派遣したマルティン・シュパンベルク隊が仙台湾や暗報国沖に接近したものの徳川幕府は沿岸防備を強化したため接触に失敗した原文の黒船。日本もこの頃までには北方にオロシアという国があることを知るようになった。 1762年にロシアはエカチェリーナ2世の治世となり、1764年に東方のイルクーツクに日本公開学校を、1768年に日本語学校をそれぞれ設置し、日本付近への公開を積極的に行うようになった。こうして18世紀にはロシアと日本もほぼ隣国の関係となり、日本近海、特にエゾ地周辺に、 赤エゾと呼ばれていたロシア勢力が出現するに及んで、江戸幕府の北方開拓を刺激することにもなった。1771年には、阿波国にロシア船が漂着する、ベニョフスキー事件、ハンベンゴロウ事件とももあった。1778年、ロシアの直所を携えたイワ岩ン,ンチーピンの船が、エゾ地を訪れて、直に通称を求めたが、翌1779年に、 マサキ藩はそれを拒否した。1781年、仙台藩の藩囲、工藤平介はロシア研究所である赤江戸風雪港を著述し、北方解剖の重要性を世に問うた。当時政治改革を主導していた、老中、田沼沖継も北方に関心を抱き、江戸地調査などを開始したが、間もなく、田沼は失脚した。1783年、日本の先導。 大黒屋コーダユーが、伊勢白ラ浦から江戸へ向かう、航海の途上に漂流して、アリューシャン列島に漂着し、一行は、ロシア人によって保護された。1791年に、大黒屋コーダユーは、女帝エカチェリーナ二世と越見した。帰国を望んでいたコーダユーは、1792年に、ロシア施設、アダムラクスマンに伴われて、ネムロに着いた。 ロシアは漂着民を届けることを根拠に、通商交渉を狙ったが、再度断られ、老中、松平定信は周辺を巡視させた。高田ダによって伝えられたロシア事情は、桂川補修の手よって、北斎文略に、まとめら、幕府にとっては、鎖国時代における貴重なロシア情報となった。また、海外事情に通じた、林士兵が、 ロシアの日本近海進出について特啓蒙活動を行い、長崎で島でのオランダ通事からの情報などで、ロシアに関する認識が深まっていった。1793年11月、仙台藩の津田湯や全六ら十六人乗りの若宮丸が石巻から江戸へ向かう、航海の途上に漂流して、アリューシャン列島東部のに漂着した。百九十九年には、 マサキ藩に代わって幕府が、エゾ地の直轄統治を開始し、最上徳内や近藤を従造に、エゾ地探検を行わせた。同年、ロベイ会社が直虚を受け、ロシア領はアメリカが成立。ニコライ・レザノフは、アラスカの維持に必要な食料調達のために、日本やスペイン領あるたカリフォルニアに交渉を開始する。1804年9月にレザノフは、日本人漂流者の貫ラを伴い、 長崎に来航した。渡された国書にはロシア語による成文と日本語、満州語による訳文があったが、日本語の訳文は不完全で意味を取ることが難しく、レザノフに同伴してきたドイツ人の博物学教授ラングスドルフがロシア語をオランダ語に翻訳し、それを重役する形で日本語に直された。同年10月、首都下の戦い。1806年2月。 スタユーによって伝えられたロシア事情が、寛解異文に、仙台藩でまとめられた。ロシアの開港要求を幕府が拒絶したため、レザノフは武力による通商開始を上層していた。1806年1月26日、江戸幕府は異国船打払い令を廃止し、浸水給予令を発布した。しかし、同年9月にレザノフの部下が、 江戸地の日本側拠点であるカラフトヌマ藩の番所を襲撃。1807年5月には、エトロフ島中流の幕府軍を攻撃した。そのため、江戸幕府は浸水給与令を撤回し、同年12月には、ロシア戦内払い令を発布した。並びに、幕府は幕府軍の増強を図ったが、津軽藩死柔難事件が起こっている。1807年に、 レザヌフが病死し、1808年にロシア軍の暴挙を聞いた皇帝アレクサンドル一世が全軍撤収命令を下し、フボストフは処罰された。1808年には松田伝十郎とマミヤ林蔵がロシア帝国の動向について調査するためにカラフトへ渡り、1809年にマミヤ海峡を宴海州へ渡って国旅高下流を調査した記録が、 到達地機構にまとめられた。しかし、日露間の緊張関係を背景に、1811年には、千島列島を探検中に、国知事島に上陸したバーシリー五浪人がバクルに捕らえられ、その報復として、日本の商人である高田屋貨兵が連れ去られる事件が起こった五浪人事件。五浪人事件解決後の日露関係は落ち着きを取り戻し、 1821年にエゾ地は再び、正木藩に返還された。1828年、シーボルトから最上徳内と、高橋陰安とへ、北方の地図や日本の地図と引き換えに、クルーゼンシテルン、レザノフが講演していたの、世界就航機が与えられたことが、シーボルトからの手紙を、マミヤ林蔵が上司に提出したことにより発覚し、シーボルト事件が起こった。 1805年に、ロシア唯一の日本語学校が、イルクーツクの中学校に合併され、1816年7月26日には、その日本語学校も閉鎖されることとなった。1814年、日本において、最初のロニチジ書の2話から各個小生及び、ロゴ文法書のロゴ文法規範が編纂された。その後、いくらかの役所も出たが、 ロシア研究熱は長くは続かなかった。1853年、アメリカ合衆国のマシューペリー帝督の裏側来航、黒船来航に続くように、ロシア施設エブフィミー・プチャーチンが3隻からなる艦隊を、率いて、長崎に来航。1853年にがカラフトを占領したが、同年3月のクリミア戦争勃発を受けて、撤退した。百五十五年二月にプチャーチンは、 伊豆半島の下田で困難な交渉の末、日露は新条約、下田条約を締結した。19世紀半ばに入ると、ロシアは、ノード解放、1861年を求める国内の改革への圧力と、クリミア戦争などのヨーロッパ方面での難化の、試みの挫折を受けて、再び極東への進出を重視してきた。 さらに、プチャーチンは間を置いて再び長崎に来航し、1858年に、日露修好通商条約、江戸条約を結んだ。これにより、下田、函館、長崎の三港が開かれ、日露の国境は、千島列島のエトロフ島とウルップ島の間に引かれて、カラフトは両国これまで通り、雑居地として、日露の正式な国交が開始するが、これが、 北方領土の貴族問題の起点ともなる。1861年、ロシアは、津島の芋先を数ヶ月占領し永久咀嚼を要求。しかし、イギリスの介入によって退去した。1867年2月、サンクトペテルブルクで、日露間カラフト島仮規則を仮調印。1875年に、サンクトペテルブルクで、カラフト、津島交換条約。 ペテルブルク条約が結ばれて、千島列島は全島が日本領とされ、それまで両国民昆虫の地とされていたカラフトはロシア領に定められた。1891年、大津事件で来日中のロシア皇太子ニコライが切りつけられて負傷し、責任を取って外相、青木修造が辞任している。同年、ロフ仏同盟を締結、フランスの資金で、 シベリア鉄道の建設を開始。日清戦争、1894年から1895年に日本が勝利し、日清講和条約が締結された。1895年ロシアは三国干渉を主導して、両党半島を清へ返還させると、翌1896年新とキヨシ密約を結んで、東西鉄道の施設権を獲得。 1898年には、両党半島の旅順、大礼を咀嚼した。同年、ロシアは朝鮮から撤退し、日露間で韓国への干渉を制限する、西、ゼン協定が締結された。1900年、義和団の乱の際に、ロシア軍が、高等64トンの虐殺を起こし、その後の混乱に乗じて、満州の南北全域を支配した。 1902年1月、日本は、ロシアの清進出を嫌うイギリスと、日英同盟を結んだ。同年4月、ロシアは、新国と満州官府に関するロキヨシ条約を結び、満州からの撤兵を始めるものの、その後、対日強硬派のアレクサンドル・ベゾブラーゾフが台頭し、1903年に満州からの撤兵を中断し、また、 朝鮮能力港川口の流岸裏へ軍事基地を設置しようとした。1904年日露戦争が始まり日本はそれに勝利する。1905年ポーツマス条約で日本は満州におけるロシアの権益を賠償として取得し、ロシアの極東進出は後退を余儀なくされた。またこの条約で南からふとが日本領となる。アメリカは ポーツマス条約の仲介により、漁夫の利を得て、満州に自らも進出し極東への影響力強化を企んでいたが、このアメリカの影響力を排除することで日本とロシアは利害が一致し、数度にわたる日露協約を結んで、満蒙南北満州と蒙古における両国の権益、勢力範囲を分割した。ロシアとの協約成立は、ロシアの報復を恐れていた日本政府を安堵させる。 ものであった。なお、日露戦争の最中に日本は、ロシアの戦争継続を困難にせしめるため、ロシア第一革命への支援工作を行っていたほか、ポーランド独立派のユゼフ・ピュースツキにも支援を行っている。1906年4月、東京において、日露協会が誕生した。また、1906年8月には、ロシア国技師の加が、 陽気氏が、深刻ハルピンにある所有地及び咀嚼地を外国人、特に日本人へ譲渡したいという所簡を日本側に送り、その後、ハルピンが開け市場となって、日本とロシアの関係が深まった。1908年、ロシアの軍艦が航海で、日本の民間船を脱保するという見え丸事件が起きた。1911年、 日米路の間でオットセイ及びラッコの保護条約であるオットセイ保護条約が結ばれた。日露戦争後のイギリス、日本とロシアの間の歩み寄りの結果、第2次大熊内閣時1914年に始まる第1次世界大戦では共に連合国側に参戦することとなって友好関係が続き、1916年には第4次日露協約を結んで、 日露両国は極東における相互の特殊権益の擁護を再確認した。ところが1917年、ロシア革命が勃発して、ロシア帝国は倒され、日露協約は廃棄されることになる。ロシア帝国の崩壊後、ロシアでは中央でソビエト政権を樹立したボリシェビキの赤軍と、それに反対して、地方で抵抗を続ける白軍の間で内戦が続く。 混乱期に入ったロシア内戦。極東への共産主義の波及を恐れる日本は、同じくソビエトを敵視する a 仏2と補調を合わせ、1918年1月に居留民保護を名目として、ロシア極東の主要都市ウラジオストクに艦隊を派遣した。3月には、ロシアが連合国を無視して、ドイツとブレストリトフスク条約を締結し、日本は中国と 日子共同防的軍事協定を結んだ。さらに内戦により、シベリアで孤立したチェコ軍団救援をアメリカが提案したことを受け、8月12日に日本軍は上陸を開始した。ロシア帝国の消滅を受けて、ロシア勢力圏の北満州、外満州、遠海州と勢力を広げる野心を持っていたとされる。日本は、これに始まるシベリア出兵に7万人以上の兵士を、 送り込んだこの日本の過大な出兵の結果、内戦への協調干渉を断念したアメリカは、出兵を打ち切り、日本も1919 19年から徐々に撤兵を開始した。しかし、同年には、日本軍の守備隊がパルチザンと衝突し、日本側は守備隊と居留民を殺害されるに、港事件が起こって犠牲を払う。日本はこの事件をきっかけに、 さらに北、カラフトまで出兵を広げるが、結局ソビート政権の打倒はならず、1922年にソビート連邦が建国され、ソビエトが沿海州に置いた干渉国局東共和国もソ連に併合されるに至る。同年、日本はようやくシベリアから完全撤兵するが、列強の一部がソビート連邦の承認、国交樹立に動く中で、関係回復は進展しなかった。 また、シベリア鉄平後も、石油、石炭資源の埋蔵が期待されていた北カラフトには1925年まで、中流を維持していた。しかし、隣国であるソ連との関係断絶は、日本経済界への打撃も強く、また1919 19年7月のカラハン宣言に、基づくソ連の中国への影響力増大から、日ソ国交正常化を行ってこそ、 大陸での日本の権益を守るとの主張も現れた。そのため日本側も国交正常化に前向きとならざるを得なくなり、1925年1月20日に北京で日ソ基本条約を締結した。一連の動乱の中で革命に反発してロシアを出国した数多くのロシア人たち、いわゆる北京ロシア人が日本に大量に流入し、ロシア、 正教会の文化を日本にもたらした。1917年に、モトロ国大使館内において、ロシア人教会が設立され、1918年には、会員数300名に達したとされる。また、1920年3月には、ユダヤ系ロシア人のアナトリー・ヤコブレビチ・グートマンが、過激派新聞、デイロ・ロシーの発行を開始し、共産主義の危険性を訴え、 同年春には在日本ロシア国民統一会の設立を行った。同じ頃、日本の社会主義者は在米日本人社会主義者団が中心となってコミンテルンと接触し始めた。日ソ基本条約が結ばれた一方で、ソ連の主導した共産党の世界組織コミンテルンは、1922年に日本共産党を日本支部に指定してその地下活動を援助しており、 日本の当局者を刺激していた。また、1924年には外、モンゴルでソ連はモンゴル人民共和国を成立させ、モンゴルを勢力圏に置こうとしていた。このような状況を背景にして、日本では軍部を中心に、満州を極東に押し寄せる、共産主義からの防衛戦とすべきであるという考えが、芽生え、これが同地を確保して、 日本の生命線とする構想が進められ、一因となっていった。このような時代的な背景により、1932年に満州事変が勃発、日本の後ろ盾のもとに満州を領域とする満州国、満州帝国が建国される。ソ連は満州国を承認しなかったが、ロシア帝国から引き継いでいた北満鉄路、旧東西鉄道を満州国との合弁で経営し、 1935年にこの利権を日本の南満州鉄道に売却して満州からの撤退と勢力圏の整理を行った。また、ソ連は極東に住む朝鮮人、高麗人にスパイ容疑をかけて中央アジアに追放する一方で朝鮮半島や満州で抗日パルチザン活動を行う朝鮮人、中国人グループを支援していた。 赤軍に編入された朝鮮人部隊の司令官が金日清で、そのソ連滞在中の1942年に生まれたのが息子の金正日であるとされている。金日清と金正日が指導者となった北朝鮮の公式発表では別の説明が出ている。軍事的には満州国の建国以来、満州に駐留する日本の関東軍とソ連赤軍との間で、 緊張関係が続き、何度かの武力衝突が行われた、日ソ国境紛争。1938年には、ソ連と満州の国境紛争、超古本事件。1939年5月からは、モンゴルと満州との国境紛争から大規模なノモンハン事件が起こった。両事件では、日ソ両軍に大きな損害を出したが、ソ連軍の機構部隊に、 大きな損害を与えられた日本側では敗北の認識が強くその後の北進論に否定的な影響を与えた。1939年9月にヨーロッパで第二次世界大戦が始まりその直前に独ソ不可侵条約が結ばれるという激変の中アジアでは日本と米、英、乱との間での緊張が強まった。そこで南進論によって 英米との対立激化が避けられない日本と不可侵条約を結んだナチスドイツとの関係が常に不安定なソ連の両国は自分の背後を固める必要性に迫られ1941年4月に日ソ中立条約を結んだしかし同年6月にドイツが不可侵条約を破棄しソ連と戦争を始めると7月日本軍は70万の兵士を 関東軍特殊演習と称して、万蒙国境線に配備したが、南進計画決定により8月に中止された。これにより、ソ連軍は精鋭部隊を満州国境からヨーロッパに投入し、モスクワ攻防戦などでのドイツ軍撃退に成功した。この時期の日本政府の戦略情報はソ連が送り込んだドイツ人スパイ、リハルト・ゾルゲなどが作った秘密情報網によってソ連、 赤軍参謀本部に漏れていた。この組織は10月にゾルゲ事件として摘発され、ゾルゲと日本側中心人物の尾崎秀美は1944年11月7日、月革命記念日に処刑された。また、1941年12月には太平洋戦争が勃発し、日ソ両国の海戦の可能性は遠のいた。その後、 第二次世界大戦は連合国側の勝利が確実となり、日本では1944年7月に成立した小磯国秋内閣及び続く鈴木貫太郎内閣の時にソ連を仲介者とした和平交渉の可能性が模索された。一方、ソ連側は対独戦勝利の後に日本に侵攻し、日露戦争でロシア帝国が失った領土や権益を奪回をする。 ことを狙い始めた。1945年2月のヤルタ海岸で、ソ連のスターリンは、アメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領から、対日産戦条件として、南カらフと千島列島、その後の北方領土を含むの返還、併合などを引き出し、ドイツ降伏後3ヶ月で、対日攻撃を開始する秘密協定に調印した。これを受け、ソ連は4月に、 日ソ中立条約の非延長を通告し、1946年4月で同条約が執行することになった。また、この絵文丸元首相をソ連に派遣して和平交渉を行おうとした提案を拒否し、ソ連軍は大量にヨーロッパから極東へと移送された。日本側では関東軍司令部がこの異変を察知して、民間人男子の根こそぎ動員による消極的防衛施策を練ったが、 和平交渉の仲介に期待する中央政府は目立った対応をしなかった。そして8月8日、ソ連は有効期間が残っていた日ソ中立条約を一方的に破棄して対日戦線復刻を行い、日本側勢力圏の満州帝国、それに日本領の朝鮮半島北部、北緯38度線以北、南からふと線凍列を進行、占領した。 9月2日に日本が幸福文書に調印するまで、ハボマイ諸島は幸福文書調印後に占領約1ヶ月続いたこの戦争で多くの日本人が犠牲となり、満州各地の開拓団などの民間人による他の集団自決事件を含む民間人への略奪、婦女暴行事件も頻発した。また、降伏した日本軍、関東軍将兵は捕虜としてシベリア一部は、 中央、アジアやヨーロッパ、ロシアへと抑留された、ベリア抑留。ソ連側も占い、森島の戦いなどで大きな損害を出し、スターリンによる北海道分割占領提案は、戦後のソ連の強大化を警戒するアメリカのハリー・トルーマン大統領に拒否されたが、対日作戦そのものは勝利に終わり、ソ連は、ヤルタ秘密協定で示された参戦の見返りをすべて獲得した。 1991年のソ連崩壊によって、ロシア連邦がソ連の権益や対外条約を引き継ぐとしたため、日本もこれを承認した。1993年には、ロシア大統領、ボリス・エリツィンが来日、日本の首相、細川森博と会談した。エリツィンと首相、橋本龍太郎は特に親密になり、相互訪問を行って、 ロシアの先進国首脳会議メンバー入りを支持し、北方領土問題にも解決の道筋を示したかに見たが、返還交渉はまとまらなかった。2000年に就任した大統領ウラジーミル・プーチンは対外強硬派であり、首相小泉純一郎とたびたび会談しているが、北方領土問題を有利に解決したい、双方の思惑のずれにより、 問題解決には至っておらず、1956年の共同宣言以来の目標である平和条約締結の道筋も見出せない。また、日本、ロシア両国は北朝鮮に関する6カ国協議の3カ国であるが、日本人拉致事件などを理由に北朝鮮に対する強硬姿勢を堅持する日本側と拉致事件問題では日本側に理解を示しながら、 北朝鮮との友好関係維持に不信して、経済支援に前向きなロシア側との立場の違いが現れている。2006年、平成18年8月16日、北海道根室市花崎港所属の漁船が、羽生前群島の水晶島付近の海域で、創業中に国境を侵犯したとしてロシア、国境警備局の警備艇により追跡され、貝殻島付近で銃撃、打捕され、 乗組員一人が死亡する事件が発生した第31よス進マ丸事件。また、同年9月ロシア政府は、カラフト沖で、三井物産、三菱商事、ロイヤルダッチシェルが出資、開発する海底油田、サハリン2に対し、環境保護を理由に事業認可を取り消すとの方針を示した。このプロジェクトには、以前より国内外から、 環境問題に対する懸念が示されていたことも事実であるが、むしろ、ロシア側が国営天然ガス会社、ガスプロムの参加など、ロシア側に有利なように生産分与契約の改善等を求めるのではないか、との懸念が浮上している。実際には、ロシア政府から公式に蒸気のような要求が出された、事実はないが、もしそのような要求がなされた場合には、 サンクトペテルブルクサミットにおける合意に違反するとして、アメリカ等からの懸念も招いている。日露両国間の平和条約締結交渉は難航しているが、1996年から日本の海上自衛隊とロシア海軍の艦艇相互訪問は1999年の防衛交流覚書の調印につながり、2003年には陸上自衛隊とロシア陸軍との交流も開始された。 冷戦の終結により米ロ関係も改善されたため、ロシア軍による北海道侵攻、逆に自衛隊やアメリカ軍によるロシア極東部、カラフト、チシマ島を含むへの攻撃は非現実的な仮想となり、日本政府は自衛隊の主力部隊を北海道から西日本へと展開した。北朝鮮問題では、利権が食い違う、両国政府も他の問題では幅広い協力を行っている。 温暖化問題で日本政府が推進した京都議定書については制定から7年後の2004年にロシアが批准に踏み切り2005年の発行が実現した。一方、ロシア国内で続くチェチェン問題については日本はサミットの共同宣言などでテロリズムへの対抗を打ち出しチェチェンの武装ゲリラに対するプーチン政権強行策を支持している。 また、ペレストロイカやエリチン政権で混乱した、ロシア経済が原油価格、天然ガス価格の高騰にも助けられて、プーチン政権下で急成長を開始し、ロシアが新興経済発展国のブリックスの一員と見慣れるようになると、日露間の経済関係も再び拡大に転じた。2006年の日本からの対露輸出は前年比で65%増。 ロシアからの対日輸出は13%増となった。日本企業のロシア進出は従来の石油、木材などの資源産業にとどまらず、同志出身のプーチンの意向を受けた、ともされるトヨタ自動車や日産自動車のサンクトペテルブルクへの工場進出などもは、一方、2007年にはロシアの証券会社が日本に支店を開設し、 日本の資金は、ロシアの株式市場へ直接投資できるようになった。また、特にモスクワでは、日本ブームと呼べる状況が生まれ、村上春樹、三島幸夫、吉本バナナなどの作家の作品がロシア語に翻訳されている。2009年2月18日サハリンで、ロシア大統領、ドミートリー・メドベージェフと日本の総理大臣、麻生太郎が会談し、領土問題を新たな 独創的で、型にはまらないアプローチのもと、我々の世代で、貴族の問題の最終的な解決につながるよう、作業を加速。平和条約交渉に、新たな方向性が出てきた。四島の貴族が確定しない限り平和条約は、締結しない方針に変更はない。また、ソ連崩壊後に、ウラジオストク入港許可が出たため、シベリア鉄道全線が乗車できるようになり、 日本の鉄道ファンから人気が出ている。2010年11月、ロシア大統領、メドベージェフは北方領土を訪問し、工場などを視察した。2015年3月、鳩山幸夫、元首相と木村光弘、一水会代表は、日本政府の方針に反して、クリミアを訪問した。4月26日、鳩山と木村は、TV 番組、 西部進むゼミナール、トキオムックスに出演し、訪問の真意について語った。旧ソビエト連邦は、1927年12月に、東京都港区麻布台に、大使館用の土地を購入。旧ソ連は他にも港区高輪にある、通商代表部やタス通信、現、イタルタス通信東京支局など、日本国内に多くの土地を保有していた。 ソ連崩壊に伴いそれら施設は前日の通り、ロシア連邦が運営を引き継いでいるが、土地、建物等の固定資産の所有権についてはソ連、崩壊時に関係15カ国の間で結ばれた、在外資産の帰属と分割に関わる条約が存在するため、日本政府は条約の当事国すべての同意がないと所有権の名義変更ができないという立場をとっている。 日本国内の固定資産の所有権については、ロシア・ウクライナの両国が所有権を主張していることから、日本政府は名義変更、当期の構成への申請が出されても同意がないことを理由に、すべて猿を却下している。このためすでに、ソ連崩壊から20年以上経過した2014年現在も、在日ロシア大使館などの固定資産の所有名義は、 ソビエト社会主義共和国連邦のままという奇妙な事態が続いている。また通称代表部の建物などは老朽化が進んでいるが、同じ理由から再開発のための解体、建て替えもできない状況が続いており、ロシア側の関係者や一部メディアからは、日本の外務官僚の身の論理に過ぎないと批判されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。